皆さんどうもこんにちは、ザワでございます。ということで今回作っていくのはこちら。はい、ということで何にでも使えるようなバックグラウンドの素材をちょっと作ってみようかなと思います。今回はちょっとアフターエフェクツだけの紹介になるんですけれども、よかったら、見ていってください。はい、ということでまずは新規コンポジションを作るところから始めていきましょう。こっちかな。はい、こちら新規コンポジションを作成ですね、こちらを押していただいて、はい、出てきました。どうしましょうか。とりあえずまあフル HD にしましょうか今回は。はい、でまあフレームレートはここはあれなんですけど、まあネット公開なら30フレームか、まあ、24とかですか。今回ですは30フレームでやりたいと思います。はい、 OK 押して、はい、出てきました、新しいやつですね。でここにまずはコントロール Y で新しく平面作ります。で、まあ、名前は何でもいいんですけど、今回ちょっとパーティクルってのにします。はい、出てきました。ではここにですねエフェクト適用していきます。ここにエフェクトパネルあるようでしたら、こっちからの方がわかりやすいですからね。はい、こちら、エフェクト開いてもらったら、シミュレーションの中の、こっちですね。シミュレーションの中の CC パーティクルワールド。はい。こちら開いてもらって、こんな感じの、出てきました。まあ、粒子を、こう、シミュレートするみたいな、プラグインですけれども、ここからじゃあ、あんな感じにしていきましょうというカットで、まあ、基本的にここを見ていただければいいかなと思います。じゃあ、どうしましょうか。まあ、いろいろ項目はあるんですけど、とりあえずは、フィジックスの中の、アニメ、これいろいろまあ種類があって、とりあえずエクスプローシブでいきます。これは中心から、全方位に向けて同じ力で弾が出続けるっていう設定になりますね。で、これでちょっと一旦このグラビティを0にしちゃって、いや、もう上げちゃったかな。もうちょっと逆に上向きにしときましょうね、これで。はい。上に来る感じで。はい、下からこうふわーっと来るようにしたいので、グラビティを逆側にかけてあげます。そしたらこれグラビティベクター、ここからグラビティがどの方向にどの強さでつくかっていうのを選べるので、ちょっとこっち側にかけてあげましょうか。今 X にマイナス 0.7 ぐらいかけると、こっち側に来るようになりましたね。では、次にちょっとパーティクル、これタイプをですね、自分で画像を選んで、それに敵をかけるみたいなのができるんですが、今回このシェーデッドスピアで、これでいきたいと思います。これで、よいしょ。このポワポワした感じで、すごい、Windows の昔の、スクリーンセーバーみたいな影の感じになってますね。ここでちょっとパーティクルからサイズを、よいしょ、バースサイズとデスサイズをちょっと一旦2ぐらいに上げましょうか。でちょっとサイズのバリエーションは、この上げると一個一個のサイズにばらつきが出るやつですね。とりあえずまあ30ぐらいに押さえといて、はい。で、ちょっと多いんで、バースレートは、はい。0.04 にしました、今回は。はい。OK です。これ多分0.04 が最小になります。0.03 にしちゃうと、弾出ないんじゃないかな。そうですね。はい。ちょっと、
0.04 でいきたいと思います。で、この時間を伸ばしてあげて、ちょっと弾が消えるまでの時間を稼いであげましょう。はい、 OK です。あとちょっとこれあれですね、オパシティマップ変えましょうか。はい、よいしょ。これなんか何秒の時点でこう濃さがどんなもんになるかみたいなの選べるやつですね。ちょっとずっと同じ色でいてほしいんで、マックスにします。これちょっとあの長押しして、こう上でこうクククッと、こう長押しして、長押ししてクククククってやるとこう満タンになるんで、これでやります。はい、でとりあえずできたら、でこれの発生点をちょっと変えましょうか。これはプロデューサーの中のポジション XYZ で動かしていきます。よいしょ。ツイート、どうですか、こんなもんかな。はいはい、いいんじゃないでしょうか。 OK です。したらば、とりあえずパーティクルはこれで OK なんで、次にですね、色をちょっと単色にしたいので、ここに、すいません、これ選択して、エフェクトのと描画の塗りですね、これ塗りを入れます。ちょっとあの塗られるんで、色ちょっと適当につけましょう。どうですか、こんなもん。はい、いい感じじゃないですか。ちょっともうちょっと、もうちょっと位置変えるか。ちょっと、うん、オッケー。はい、そしたら続きまして、これに対してちょっとブラをかけたいと思います。よいしょ。エフェクト、ブラー、高速ボックスブラでやりましょう。で、半径を上げてもらって、30ぐらいにしましょうか。はい、こんな感じで、こんな感じでかかりました。で、ここに追加で、チョークちょっと探すのめんどくさいんで、こっちから打っちゃいます。はい。じゃじゃんと。入れました。したら、だいたいマイナス40ぐらいで、ちょっと一旦数値入れて、これを、コントロール D で複製してあげます。で、次は、チョーク二つ目の方を、今回80に設定しました。で、これすると、なんていうんですか？こう、なんか、玉がくっつくときに、こう、ピチョンみたいな。こう、いい感じな、こう、おしゃれです、これ。おしゃれでやってあげます。これね、あれなんですよね。この、消えるときに、ちょっと、描写のあれが嫌だな。そっか。そうすると、ちょっとこの、ブラックの、平面のサイズ、ちょっと大きかったら良かったかもしんないですね。ってときは、ちょっと、じゃあ、新しく作って、全部選択して、コントロール C で、コントロール V で貼り付け。はい。OK。いいんじゃないですか？
うん。よし、いい感じだと思います。したらば、あとは、またじゃあもう一個コントロール Y で確か平面を作って、今回ちょっと真っ白で、ドンと。さっき作った、パーティクルの下に置いてあげれば、どうですか？すごいなんか、ロコロコみたいな感じになっちゃったな。まあ、だいたいこんな感じです。はい。で、あとは、ちょっとじゃあ、色変えるとか、なったら、うん。こんな感じにしたり、あとはこれ、チョークなくても、ちょっとブラだけでもね、多分、見やすい感じじゃないですか。はい、ということで、まあ、だいたいこんな感じですね。そんなに、細かいこともしてないので、ちょっとこのパーティクル関係が、ちょっと難しいかもしれないんですけれども、何か、またありましたら、コメントの方でいただけたら、補足の方の説明の動画もね、作れますので、よろしくお願いします。まあ、こんな感じでどうですか？皆さんも、ご自身の動画のエンディングとかで、背景こういうのを、で何かしら多分あった方がいいと思うので、自分で作ってみるのも悪くないかと思います。それでは、この動画良かったと思っていただけたら、いいね、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。映像制作のアイネクションでした。